藤井聡太八冠は今月8日、挑戦者の菅井竜也八段を負けなしの4連勝で破り、王将戦3連覇と前人未到のタイトル戦20連覇を達成しました。昨日、王将戦第5局が行われる予定だった大阪の高槻市で祝勝会が開かれました。難しい局面でこう言っていってこう読みを入れて、まあ、自分からこう崩れずにこう指すことができたというのがこう結果につながったのかな。祝勝会には藤井八冠の師匠杉本昌隆八段も駆けつけ偉業達成を祝いました。